今回は3月の調整で武力上昇値がプラス4から5に情報修正されたノーマルマツイムネの部指揮3計略として優秀な上昇値に7カウントの効果終了時に兵力30回復。三国志大戦の民に向けて言えば末裔劉備の団体版みたいな感じよね。どうぞ。回復が強い傾向の英傑大戦において優秀な兵を対効果スペックも5分の6と高めで、回復を後回しにできると思えば今週計略の前に調節で使うのも可能やし、相手に返す計略がない場合が多い開幕に使ってリードを取りに行く使い方も強い。悔いもありません。我が主、今川治部の大夫は常にここにあれ。戦国大戦では効果終了時に兵力が減る侵略の効果で登場していて、4分の6スペックでありながら特に制圧を持ち今川家の鉄板カードだった松井宗信、撤退時の今川家に栄光あれの言い方も勢いがあって今とは違うニュアンスやったね。私ではダメなのか。やいげれ。どうされました？火の如く、これは俺の力。うわよ。死という言葉はない。うわよ。ここは領域取ってもどの道倒せず倒される場面やから、手前で止めるのを期待してやりだしてし、警戒を誘った上で自分は選べるから騎馬隊相手の時は浅さして不正大事。開幕は松井の計略の強みが出て大量リード、交渉力の低いデッキ相手やから、ここからは貯金を使って丁寧系のプレーを意識。奮撃戦法がオプとそれ以外で差がついたみたいに、この松井が根こそ武力8とかやったら壊れになっとった気がする性能。それでも 1.5 コスなたら全盛期オブと同じ武力11になれるから回復は活かせるかな。ほら行くぜ。どうぞ。拙者に任せよ。者たちよ、私に力を貸してくれ。邪魔な野郎ども根こそぎ殺してくれ。おらよ、やれ。おらよ、突撃。突撃。発動。三の肩。やりきれ。戦場を真紅に染めてやろう。突撃！突撃！おのれ！突撃！乱ってのは生きるための戦いだ。何の悔いもありません。突撃！火のごとく攻めろ。うらよ、やいげれ。突撃。うらよ、これは俺の力。今川家に栄光あれ。流派発動。一の方。
この俺に死という言葉はない。野望、我が身を焼くか。どうぞ。拙者に任せよ。邪魔な野郎ども根こそぎ殺してやる。戦場を真紅に染めてやろう。ほらよ、乱ってのは生きるための戦いだ。何の悔いもありません。戦機解放。戦機解放。どうする？これは俺の力。突撃！貴様！ほらよ！ほらよ！私ではダメなのか。ここは流派に収まった瞬間に使うべきだったし、中盤も自分のプレイングの甘いや油断が多かったのは反省点。松井の計略の強みで勝てた試合が1試合目、今回は3試合あるよ。アラデッキやと速度上昇で詰めてこれる鬼単の鬼号令はしんどい相手。号令ショープされる機会を3回作られると厳しいから、なるべく崩せるように意識していくよ。そのために松井は必要になりそうかな。人間ごときに。どうぞ。やいぐれ。どうぞ。ほらよ、強い命だ。やいぐれ。やいぐれ。待ち物め。やれ。どうぞ。さらば。今川家に栄光あれ。どうぞ。どうぞ。砂人の声勝てろ。拙者に任せよ。俺を超えるか。通人。うら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 。やれ。ねはは。何の悔いもありません。よりや者ども、ほらよ、人間ごときに。流派発動。身の肩
がある。今川治部の大夫は常にここにあり。ここは流派1で知力を上げてもよかったかもしれへんね。松井の知力依存は普通の 0.4 カウントやけど、回復が効果終了値やから長すぎないくらいにちょうどええかも。どうされました？我がある今川治部の大夫は常にここにあり。流派発動。一の方、我がある今川治部の大夫は常にここにあり。悪鬼一戦、粉々に散るがよい。今川家に栄光あれ。貴様、どうぞ。どうぞ。流派発動。三の方、どもよ、立ち上がれ。水陣引くぜ。おらよ、乱ってのは生きるための戦いだ。何の悔いもありません。強い命だ。ネハハハ、今川家に栄光あれ。ネハハハ、俺を超えるか。やれ、人間ごときに。よりや者ども、戦機解放。こう一発ギリセーフと呼んで城を守るのが選択。どうされました？相手の指揮があるかもギリギリそうやけど、定型院と関水に奥義を合わせれば防衛はなんとかなりそう。必要人、流派発動。一の方、こらえても乱世が続くだけですよ。何の悔いもありません。人間ごときに。俺を超えるか。やれ、おらよ、部屋いけれ。強い命だ。我がある今川治部の大夫は常にここにあり。眷属どもよ、立ち上がれ。もちろん内乱を止めるか城を取るかするのが一番確実で安全よし。取りに行くよ。前期解放。
今川治部の大夫は常にここにあり。一の方。何の悔いもありません。さらば。流派発動。二の方。俺からの挨拶代わりだ。流派発動。一の方。前期解放。生きるための戦いだ。おのれ。下れ。前期解放。撃つよ。ついてやがる。今川家に栄光あれ。貴様どうされました。拙者に任せよ。ヨシテル様。くだれ。撃つよ。俺に死という言葉はない。どうぞ。非通人。ほら行くぜ。撃つよ。どうぞ。下れ。
乱世が続くだけですよ。何の悔いもありません。撃つよ。真珠流抜刀術、一撃で決めます。我が主、今川治部の大夫は常にここにあり。さらば。今川家に栄光あれ。発動。三の型。俺からの挨拶代わりだ。くらえ。乱ってのは生きるための戦いだ。何の悔いもありません。撃つよ。ヨシテル様。うわよ。誰？食らいついてやる。囚人、化け物め。邪魔な野郎ども、根こそぎ殺してこい。どうされました。誰やいけれ。この勢いで一気に落とすのだ。ご視聴ありがとうございました。スペック経略ともに優秀な経略で、個人的にもっと評価されて、Aカードって感じたよ。